はい、今日やってきたのは群馬県こんにゃくパークです。ここではこんにゃく芋からこんにゃくが作られて出荷されるまでの工程を見ることができます。そしてバイキングスペースは無料で食べ放題。ちなみにこれ全部こんにゃく。彼女の一押しはこんにゃくの唐揚げで、僕はかき揚げが美味しかったです。お土産コーナーも全部こんにゃく。明日からこんにゃく生活が始まります。次にやってきたのは富岡製糸場。世界文化遺産にも登録されているところで、昔はここで絹糸が作られてました。製糸場と聞いて変なことを想像する人がいるかもしれませんが、出来上がった真っ白なものを見ると感動します。そして彼氏はこの機械を見て何かボケようとしてますが、これうちの面白くなかったので割愛します。宿舎の裏に回ると夕日がめちゃくちゃ綺麗でした。そして名物焼き饅頭。この後悲劇が待ってました。誰これ。せっかくなんでさなぎの試食もしてみました。いただきます。くるみのような味がするから意外と驚きました。ナッツだ。最初だけなんですよ。ナッツはだんだんね、草の味がしてきました。そうです、はい、あの畳畳の味から今度は普通のバーガンあー、おばあちゃんこの銅像ギリギリアウトなんじゃない。次の日やってきたのは水沢うどん松島屋。緑の服ばっかりじゃん。ここでは5種類のつけだれでうどんを食べることができます。つけだれ1個も外れなしで全部本当に美味しかったです。名物舞茸天ぷらもサックサクで最高。次にやってきたのは伊香保おもちゃと人形自動車博物館。彼女はおもちゃになりきっておりました。ここでは昔懐かしのゲームや駄菓子を見ることができてワクワクが止まらない。この時代に防犯カメラはね。そして彼女は人生初の射的に挑戦。ケツを取っていたので当たったところは映っておりません。ねえ早く来てよ。修学旅行でこんなやつ一人はいるよね。途中彼女そっくりな車を見つけてしまい、早く早く帰るよ。待って待って、ここ外の展示スペースには恋人の聖地が。おい、俺が死んだみたいになっとるぞ。さあ一番楽しみの後ろを振り向かなくていいの。まだ夢出てきそう。なんか今一匹動かなかった。待って、首の角度ちょっとおかしいわ。なんか結局ここで2時間近く遊び散らかしてしまいました。はいか、買わないよ。それは買わないです。めっちゃお金貯まるよ。次にやってきたのはグリーン牧場。ここのソフトクリームが超濃厚でめちゃくちゃ美味しい。食べたの出すなって。最後はお土産コーナーに行ったんですが、2億回うん、あんた風呂入らないといらないの。入るじゃん。これからちゃんと毎日お風呂に入るらしいです。